皆様こんばんは。2月の20日午後5時22分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日のね、配信を行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV は本日ね、仕事がお休みでございまして、家でねゆっくりとしておりました。あとしたところ、今ね皆様に見ていただいている場所でございます。そう、アイベンドペイのね、上場が、本来、本日の火曜日ね、本日火曜日の午後8時に、ビットゲットさんの方でね、グローバル版の方ですよ、世界版の方ですよ、ビットゲットさんの方で上場ねする予定だったんですよ。あとはパンケーキスワップだったかな、そちらの方にも上場する予定だったらしいんでございますけれども、ちょっとね、ネガティブニュースということで、ビットゲットさんの方から公式で、ご案内がありました。はい。本日上場していたアイベントペイなんですが、上場がね、延期ということになりまして、新しい日程はね、また後日も改めて発表しますよということで、ビットゲットさんの方から先ほどだったかな?だいたいね、2時間ぐらい前だったと、2、3時間ぐらい前だったと思うんですけど、案内がね、出ておりました。で、一応ね、このビットゲットさんの案内が出てくる前に、アイベントペイ側のね、運営さんがやっている、テレグラムがあるんですよ。テレグラムで一応テレグラムの方を見たら、昼過ぎぐらいだったかな、テレグラムの方にアイベンドペイのね、運営さんの方が、上場は延期しますよ、みたいなことが流れていたので、これどうなってるのかなと。ただ、ほら、ビットゲットさんの方からはね、まだ上場延期みたいな、その時はですよ。その時は上場延期になりますよ、みたいな案内が出てなかったんで、ちょっとこれどっちなのかなと思ったら、その2時間後ぐらいにね、ビットゲットさんの公式の方からしっかりと出たような形になります。で、ここにね、ちょっと書いてありますけれども、ちょっとごめんなさい。ビットマン TV ね。ちょっと今から批判的になります。ちょっと批判的になりますけれども、ちょっと大丈夫ですか?これガチめに思ってるんですよ。うん。実はね、このビットゲットさんにほら上場する前に、実はこう、実はというか上場する前にね、TPL、テンセットさんで、TPL があって、このアイベントペイね、IV ペイというものが、先行プレセールで販売をされた形になってたと思うんですけど、そのプレセールが終わった後、だいたい1週間も経たないぐらいだと思うんですけど、1週間も経たないぐらいで、トリチョノさんの方にね、上場するっていう、スケジューリングのもと、TPL がね、動いてたんですよね。テンセットさんの方で TPL が動いてた、プレセールが動いてたんですよ。すぐに上場しますよ、みたいな形でね。で、それはもう、公式の方もね、しっかり言っておりましたし、その TPL を開催したね、言ってしまうとテンセットさんの方も、その手で、そのつもりでね、しっかり動いていたわけでございますよ。で、実際こう、プレセールが終わって、蓋を開けてみたら、これ、やばくないですか?はっきり言いますけど。うん。普通にね、ひいき目なしにぶっちゃけ本当にやばいと思ってます。で、ほら、ね、プレセールが終わった後にすぐ上場しますよって本当はなってたのに、それが延期になって、まだそこまでだったら、やっぱりこうね、ギリギリですよ、ギリギリ。そこまでであれば、やっぱりこう、運営さんと、通貨を上場する取引所さんの間でね、ちょっとこう、食い違いが起こって、スケジューリングがうまく合わなくて、またほら、すり合わせを行って、再度上場っていう話になるのかなって、1回目だったらまだ100歩譲って、まあっていう感じだったんでございますけれども、さすがにこれ2回目でしょ。ちょっとやばいですよね、しかも。うん。で、しかもって今言ったのが、なんでかって言ったら、これ、アイベンドペイさん側が、アイベンドペイの運営側が、これね、アンケート取ってたんですよ。うん。アンケート。で、一応見ておきましょうか、そのアンケートね。昨日、一昨日だったかな?動画の方でも、一応ね、案内はしていたわけでございますけれども、はい、こちら。そうなんですよ。もともとね、アンケートを行っていてからのこれです。はい。一応翻訳しておきましょう。はい。ここですね。この、X がされたのが、2月8日か。うん。ですね。で、ここで、アンケートが行われていて、投票結果と、オプション1とオプション2というね、アンケートが行われていた。ティア1の取引所との交渉しますよと。で、このオプション1ね、スケジュールは分かりませんと、こちらを選んだ場合は。で、保証された期限はないですからっていうところで、1443票をここは獲得したんですよ。で、オプション2に関して言うと、DEX を含む、分散型取引所を含む、だからパンケーキスワップとかね、ああいったところですよ。DEX を含む5つの取引所に2週間で上場しますと。で、将来的にはティア1上場の可能性がありますと。で、こっちが3394票を、集めたという形になるんですよね。ですから、投票の結果はこのオプション2というものが選ばれて、
だから言ってしまうと、もう、アイベントペイをね、TTL とか、まあ、言ってしまうと、ローンチパッド関係で購入した方々は、このアイベントペイという通貨を、もう、とにかく早くね、まあ、トリチューさんの方に早く上場させてくださいよ、という形で、みんなが、まあ、言ってしまうと、そういうとして、まあ、選んだというか、まあ、みんなというか、まあ、3000票近くね、集まりましたから。で、こっちの方向で、アイベントペイ側も話が進んでたのに、で、その進んでた流れの中で、2月の20日にね、アイベントペイが、だからこれが選ばれましたから、オプション2が選ばれましたから、2月20日にアイベントペイが、ビットゲットのグローバル版の方と、あとはパンケーキスワップに上場発表できることを嬉しく思います。ここまで言い切っちゃってるんですよこれさ、やばない？ぶっちゃけ今ビットマンTVで自分で今読みながら、いやこれやばいでしょってちょっと思ってるんですよ。うん、本当にアイベントペイの運営の信用がもう、ごめんなさい、今ねビットマンTVの中でかなり地に落ちてる。で、このテンセットさんのね TPL で発表されたアイベントペイをちょっと本当にね、皆様にご案内したのがもう本当に申し訳なかったなって、間違いなくビットマン TV 思ってます。ビットマン TV もね、まあ、ご案内するわけですから、ビットマン TV も参加しましたし、購入しました。ここは購入した方々ともうはっきりと同じ気持ちです。何やっとんねんみたいな、いやふざけんなよみたいな形です。ここをこんなね、本当にネガティブニュース見て、いやいや分かりましたって笑顔でいけるほどビットマン TV 優しくないです、はっきり言って。で、やっぱりね、こういったお仕事をさせてもらってるんで、やっぱこのアイベントペイに関してもね、どういった通貨で決済系の通貨だよとか、あとほらバイナンスペイさんと絡んでいる、ゲートペイさんとも絡んでいるっていうところがあるので、もしかしたらバイナンスさんに上場するかもしれませんよねみたいなことも、まあ、ビットマン TV 思ってましたし、それもね動画の中で皆様に、まあ、ご案内したわけでございますよ。だからそこをね聞いてね、テンセットさんの TPL、 このアイベントペイの TPL に参考しようかなって思った方、参考した方もね、少なからずいるんじゃないかなっていうふうに思っていて、本当にそこに関してはもう本当にもう私がもう謝ってもしょうがないとは思うんですけど、本当に申し訳なかったなというふうに思ってる次第でございます。本当に心の底からね謝罪をさせていただきたいと思います。本当に申し訳ございません。で、まあ、一応ね、今ずっと悪いニュース言ってるんですけど、まあ、いいニュースというものはどこかというと、一応この、アイベントペイさん側から、案内が一応出てまして、さっき言ったね、テレグラムで案内が出てまして、今ね、二つのティア1の取引所、二つのティア1の取引所に、今もうね、上場の準備段階に入っているらしいんですよ。テレグラムを見る限りではね、もう上場を、させてくださいみたいな感じで、そのティア1の取引所さんの方から、なんかこう、アイベントペイ側に連絡があったみたいです。だから、そこに上場をするという、今準備をまあ、行っているということで、発表としては出ておりましたから、まあ、ここはね、いいニュースでございます。まあ、とにもかくにも、ネガティブニュースは、もうまたまたビットゲットさんからの上場、ビットゲットさんでの上場というのが、これはまた延期になってしまったと。でここに関しては本当に申し訳なかったと思っております。謝罪をね、本当にさせてください。申し訳ございませんでした。で、あと一つのポジティブニュースに関して言うと、ビットゲットさん、並びにパンケーキさんの方でもかな、上場延期になったわけでございますけれども、ティア1の2つの取引所と今話がね、進んでいる。これが、まあ、ポジティブニュースということでございますので、まあ、もしかしたらね、もう少ししたら、正式な発表がね、また再度出てくるかもしれません。で、まあ、そのね、ビットゲットさんへの上場っていうのは、別に多分ね、これね、立ち消えになったわけではないと思います。ビットゲットさんの上場というものも立ち消えになったわけではない。新しい上場日程に関しては改めてね、お知らせをしますということですので、まあビットゲットさんへの上場というのもちょっとこうね、本来であれば今日の午後8時に行われる予定だったんですけども、こっちもちょっと延期という形に、ね、なっておりますので、楽しみにねお待ちいただいた方、まあビットマン TV も含めてでございますけども、待っていた人にとってはね、ちょっと本当に残念なね、ニュースだったわけでございます。しっかりね、本当にしてほしいなって思いますよね、こういったところに関してはね。で、やっぱりね、こういうほら、まあ、ぶっちゃけた話ですよ。プレセールに参加してるわけじゃないですか。で、まあ、プレセールでね、集まったお金っていうのは、運営側がね、そのプロジェクトをさらに大きくしていくために、まあ、お金を使ったりも多分すると思うんですけれども、でね、まあ、プロジェクト側としたら、まあ、ね、お金が集まるからいいかな、というのは当然思いますよ。で、あとはほら、テンセット側でやるんで、やっぱりこう、知名度とかもね、ぐんぐん広がっていくんで、これはかなりプラスのね、ものかな、というふうに思う。でも、やっぱそれを支えているのは、そのプレセールが行われた時にお金を出している側、つまり投資家側なんですよね。まあ私たちみたいな方々ですよ。今回参加したような方々が言ってしまうとお金を出している、投資をしているからこそ、そのね、アイベントペイのプロジェクトがまあ言ってしまうと成り立っている側面もやっぱ当然あるでしょうと。だから、そういった方々がね、言ってしまうと向こう側にいるわけだから、アイベントペイ側の向こう側にね、いわゆる こっちサイドですよ。いるわけですから、お金を出している方々がね。だから、やっぱりこうね、
特にこのお金を出している方々の一番の楽しみって何かって言ったら、当たり前ですよ、上場ですよね。こんなの誰が言わんでもわかるんですよ。上場が一番の楽しみに決まってんだろって。でそれを初めの段階で打ち出している。もしね、このプレセールの初めの段階でどこに上場するかわかりませんと、日付もまだわかんないんだけれども、そのね、上場に向けて頑張っていきますよっていうスタートだったら良かったと思うんですよ。スタートだったらそれは誰も文句が言えない。上場する予定だったのに延期になったってね、文句を言えるわけもないんですよ。だって初めにその予定が入ってなかったわけですから。だけれども初めからそれをね、大々的に歌っていて、 TPL ありますよって、テンセットさんの力も借りてね、 TPL やりますよ、これぐらいの金額で売り出しますよ、そしてこの取引所にね上場しますよって、もう大々的に打ち込みまくっているのに、その一番肝心の上場っていうところをこれね延期して流すって、これどう考えたってアイベントペイ、いわゆる運営側の落ち度以外の何者でもないと思うんですよね。だからこういったところはね、ちょっとごめんなさいけれども、厳しくね、やっぱりこう、参加した側がやっぱ詰めていくべきかなというふうに思うし、ちょっとこれね、まずいんじゃないってマジで思ってますからね。なんか信用度合いがもう一気に地に落ちたなっていう感じ。ただまあやっぱりね、ビットマTVも参加はしているんで、その上場をね、やっぱしてほしいし、上場した後の価格の跳ね上げっていうところにもね、やっぱり期待はしてますけれども、ちょっとこれね、もう2ヶ月間かけてゆっくりね、あちらでございますよ、購入した枚数が、ロックアップされていくわけじゃないですか、2ヶ月間かけてね。だからちょっとこういったし一回ね言ったこと、をやっぱりこう守れないプロジェクトっていうのは、なんかもうごめんなさい、もう本当にねやり玉にあげまくってますけど、そう、一回こういうね、上場しますよって言ったことをちょっとおざなりにするとか、なんか上場延期2回もさせるとか、そういったプロジェクトってもうぶっちゃけた話、これ大丈夫なのみたいな感じになってます。もうはっきり言うけど、いや大丈夫なんてか大丈夫じゃねえだろみたいな、今後もなんか人々のね期待感を煽るようなでかいことだけは言ってしまうと、口だけですよ、口だけででかいことは言うくせに結局何にもやりきらずに終わっていくんじゃねえのかなってちょっと思ってたりする側面もビットマTVちょっとあるので、ちょっと2ヶ月間のねロックアップがもうちょっと全部終わったら、まビットマTV私個人としてはもう全部売っ払おうかなっていうふうに思ってます。元々はね持っておこうかなってちょっと思ったんですけど、ちょっとこういったところが、やっぱり人々をね寄せ付けないというか、人々の投資家の方々のやっぱ気持ちをね遠ざけていく行動にしか見えないんですよこれ。だからちょっとビットマTVはそういったところまではちょっとこう付き合いきれないかなっていうの、付き合いきれないかなっていうのはもう自分の感情でございます。まあどうなるかは分かりませんよ、本当にねうまくいってここからバーッと飛躍的に伸びるかもしれないんだけれども、決済系通貨っていうのは、他にも、ぶっちゃけありますしね、そういったところを加味するならば、初めはねやっぱりこう本当にいいと思ってたので皆様にねご案内していたところもあります。本当にだからこそ私も、参加をしていたわけなんでございますけれども、本当にいい良さそうだな、なんか絡んでいるところが大きいから、もしかしたらワンチャンあるかもなと本当に思って参加をしたんですよ。だけれども一番肝心なところでちょっと裏切られたなっていう、意識が強いんで、でこのねいやビットマン TV と、いやそれぐらいで神経質になるなよ、カリカリするなよってね、思う方もたくさんいると思うんですよ。だからそういった方々は、持っておけばいいかなって本当に思う、持っておけばいいかなと思うんですけど、ビットマン TV はねやっぱりこう自分の大事なお金を投じている。でこれ分かってます、自己責任だっていうのは十分理解してる。自分の投じたお金、それは自己責任だろ、そうだから自己責任だからこそ自分の判断でもうないなって思ったんですよ。参加はしてますよ、参加は自己責任だから、そこに関しては別に何も文句言っていない。だけどもその後の事後処理ね、事後処理、やっぱり言ったことをしっかり守れないプロジェクトっていうのが今後信用できうるに足るのかって言ったら、やっぱり私は、発足したて、立ち上げたばかりのプロジェクトで、それだけはやっちゃいけないよねっていうね、ところがあったので、で、それだけはやっちゃいけないよねっていうところがあったにしても、ね、それ怒っちゃいけないよねってことだと思うんですよ。ことだと思うんです。やっぱり、そういった上場に対する話も、やっぱりしっかり詰めて、テンセットさんの方にやっぱり持ち込んでいくべきだったのかなっていうのを思うんですよ。わかります？ TPL として、アイベンドペイ側が TPL として、テンセットさん扱ってくれませんかっていうのは、おそらくアイベンドペイ側がね、話を多分、テンセット側に、持ち込んだと思うんですよね。だって、これ、考えてみてくださいよ。そう、ここの最後にも書いてますけど、やっぱりね、TPL、このアイベンドペイだけじゃなくて、アイベンドペイに関してはちょっと私、懐疑的な気持ちを持ってますから、大丈夫なのかなみたいな感じでございます。どっかしらには上場するけれどもね、おそらくもう、投資をしている方々の熱は多分冷めてると思います。結構、冷めている方が多いんじゃないかなというふうに思う。で、あと一つ。で、アイベンドペイのね、運営側に対しては、ビットマンとかそこ。ちょっと、っていう感じ。で、テンセットさんの方に対しても、
ちょっとこれはね、まずい状況が起こるかもなってちょっと思ったんですよ。うん。今、テンセットさんね、ものすごくほら、勢いが強いのはご存知でしょ皆さんも。ね、テンセットという通貨自体もね、すごいね、爆上がりを行って、もう1ドルをね、まあ、ほら、超えていくような状況だったわけじゃないですか。で、史上最高値が、何ドル 5から6ドルぐらいだったと多分思うんですけど、もうね、本当に、まだ見えてはないんですけど、史上最高値がね、見えているわけじゃないんだけれども、テンセットという通貨が1ドルを超えていった。やっぱりこれは、テンセットの TGLP であるとか、TPL の、やっぱりこう盛り上がりが、うん、このテンセット自体のね、通貨の上昇、価格上昇にやっぱり繋がっているかなーっていうふうに思うんですよ。で、まあ言ってしまったその一発目、2024年の一発目っていうのが、さっきからずーっと言っているように、このアイベンドペイね、アイベンドペイが一発目の TPL として、まあテンセット側から発表されたわけじゃないですか。で、やっぱ参加した方であれば多分びっくりしたと思うんですけど、まあ、ビットマン TV もびっくりしましたよ。何がびっくりしたかって言ったら、新しい試み、うん、参加した方々にとっては最高のやつね、1週間の返金保証プログラムっていうものが、まあ、ついているよと。だから多分これかなり出てくるんじゃないかなって思いますよ。1週間の返金保証プログラム、今回の件でね、この上場延期っていうところが2回連続でパンパンってきてますから、結構返金保証を使う方多いんじゃないかなっていうふうに思う。でも、まあ、今回の件がある以前にですよ、やっぱり話題になっていた1週間の返金保証プログラムがあるよという形で、話題になっていた。だからそういったところも全てひっくるめて、さっきから言っているようにテンセットの価格上昇にやっぱり繋がっていったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、その出花をやっぱこうくじいてますよね、はっきり言うけど、うん、このその出花をやっぱりこのアイベンドペイ側がくじいてるようにしか見えないんですよね。その後の上場の話っていうのはおそらくテンセット側がノータッチだ。そこがちょっとわかんないんですよ、ビットマンティビー。ごめんなさい、さすがなのは調べを入れられるような身分ではないので、ちょっとこっからはまあ予想というかどうなってるかっていうのがビットマン TV ももうわかんないので、ちょっと皆さんと共有したいんですけど、どうなんですかね。だからテンセット側としたら、今回のアイベントペイみたいな TPL とか、まあね、アルバラプロトコル、新しくほら TGLP の第8弾のアルバラプロトコルっていうものが発表されたじゃないですか。で、ああいったものに関しても、その上場系に関しては上場をどこにするかっていうのは当然運営側が、まあ、そうですね、主導をして、交渉をね、やっぱ多分こう、取引所さんとかといろいろしていくとは思うんですよ。だから、そこまで、テンセット側が、話の中に入っている。だから、つまり上場の話まで、テンセット側が一緒になって話をしているっていうのは、まあ、普通に考えたらないのかなーっていうふうに思うんですよね。だからそこまでやってあげたら相当、テンセット側は親切だって話になりますもんね。テンセットの多分使命としたら、やっぱりこう、ね、いろんなプロジェクトがある中で、信用ができるものを、だからこう、うちのプロジェクト、テンセットのプロジェクトで、じゃあ扱ってあげますよ、みたいな感じで、多分やってると思うんですよ。ただ、上場とかそういった話に関しては、当然、運営側が頑張ってくださいねっていう話でございましょうからね。だから、話題性を作るとか、人々に対して認知度を上げるっていうお手伝いはするけれども、上場関係は運営でやってくださいよっていうのが多分筋だと思うんですよ、テンセット側としてのね。まあそれは当たり前か、そこまでお手伝いしますよは多分ないと思うんですよね。だからそういったところを考えていくならば、わかりますでしょ、テンセット側にもものすごく迷惑をかけているっていうのがアイベンドペイ側は分かってんのかなって思うんですよね。だってこれが起こることによってね、そのプロジェクトを初めにこうね、 TPL で立ち上げたテンセットさんの方に行く可能性高いじゃないですか。なんでテンセットなんかで扱ったんだよ、アイベンドペイなんてって。テンセットで TPL をやる、あんたたちを信用してたから自分たちの大事なお金を投じたんだろうって、テンセットお前たちどうやって責任取ってくれるんだってなっても、これおかしくない案件ですからね。だけどもそこに対して誰も文句言わないのがこれすごいなって思うところなんですよ。まあそれはさっきも言ったように、まあ確かにね、投資は自己責任って言われたらそれまでだとは思うんですけれども、うん、それまでだとは思うんでございますけれども、でもね、初めにしっかりここに上場しますよ、しかもね、わかりますでしょ、わかる、ビットゲットさんの方に上場しますってもこれ言い切っちゃってますからね。だからビットゲットさんも何にもこの件に関しては悪くないでしょ、うん、ビットゲットさんもおそらく悪くないと思います、うん、これはもうアイベンドペイ側の話の詰め方が下手くそすぎ、多分、うん、多分そこかなと思う。だから結局直前になってまたゴタ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 ってなって、ビットゲット側としてもなんか振り回されてるようにしか見えないんですよ、これアイベンドペイ側が。だからおそらくこれ通貨を上場しますよという風に言っていたところであるとか、まあ、今回みたいなね、ビットゲットさんであるとか、そういったところっておそらく悪くないんじゃないかなという感じ。運営が本当に話を最後の最後まで詰めるのがおそらく恐ろしく下手なんだろうと思う、うん、このマーケティング部門の方、運営のマーケティングをする方々の話の詰め方が下手なのかなーってちょっと思ってるところがありますから、だから
はこういう問題がね、2回も連続で起こるんですよ。ちょっとビットマン TV ね、ほんと話したらね、イライラする。うん、やっぱり自分だけの問題じゃないしね、ビットマン TV の配信を聞いて、やっぱこう参加をね、しようかなと思った方も、やっぱりいたと思うんですよね。本当にそういった方々にね、まあ、もう本当にもう申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいで、もうだからちょっと本当に皆様の代わりに私がねもう突っ込んでいきたいぐらいイライラしてますよ。だから、ね、本当に何が合ってんの、どうなったらこうなんのって、だって今日ですよ、今日の今日で分かりますよね、ビットゲットさんっていう大きな取引が上場延期になりましたって発表するって、これなかなかなことですからね、今日の今日で。例えば1週間前とかだったら分かるんですけど、今日の今日でこれ発表するって相当ごたごたがあったんだろうなって容易に想像がつく。おそらくアイベントペイ側のまあ要因だろうな、なんか起こってんじゃねえかなっていう感じもね、まだ、もうほんとまだというかしてますよ。ただまあね、やっぱりテンセット側もしっかり、まあ、調べは入れて TPL にね、組み込んでいるでしょうし、あの、プロジェクトの方に組み込んでるでしょうし、まあ、別にね、運営側が飛んでいるとかそういったことではない、あの、アイベンドペイの、あの、サイトであるとか、あとは X の方もそうですけども、しっかりね、動いてはいるので、まあ、そういったところはね、まだ全然よかった、また詐欺的なものではなかったから、まあ、よかったと思うんですけど、その詐欺みたいなものって思われても、しょうがないようなこと、今君たちやってんだよっていうのを、ちゃんとね、あの、アイベンドペイ側は、もう自覚した方がいいっすよ。もうほんとアホなんですかね、こいつら。バカなんかなと思う。人から集めた金何だと思ってんだろうって思いますよ。自分たちが初めに言ったこと、それすらも守れねえんだったら、お前たち今後未来ねえよみたいな、さっさと終わって、仮想通貨業界のあまたある仮想通貨のコインの中で埋もれとけって話なんですよ。もう参加したから言ってますからね、ビットマン TV ごめんなさい、参加したから言ってます。それぐらいマジでイライラしてます、マジでイライラしてる。たださっきも言ったように自己責任だって言われたらしょうがないんですけれども、それはそれでも、それを差し引いたとしても、じゃあそれをね、例えば運営側よ、お前たちとね、運営側アイベンペイ側よね、投資家の人たちに、いやー払ったお金は自己責任ですよねみたいな、わけわからんこと口裂けても言うんじゃねえぞ貴様らみたいなね、それ言うんだったら、じゃあお前ら初めに約束したことしっかり守ってから、筋通してから、お前らちゃんとそういうこと言えよ、分かってんのかバカどもがっていう風にね思っているわけでございます。本当ごめんなさいね。ビットマン TV は、当たり前でございますよ。うん。しっかりと筋を通して、うん。しっかりやりますよと言ったことをやり通すようなところであれば、それは当然ね。あとは、やっぱりこういった、なんていうのかな、思いもかけないアクシデントっていうのは、やっぱ、どのプロジェクトでもあると思う。それはわかります。うん。思いもかけないアクシデントっていうのがあると思う。だからそれはわかるから、1回目の延期に関しては何も言わなかったじゃないですか、ビットマン TV。まあ、何かしらのね、配信でも言ったと思います。なんか、アイベンドペイのね、上場がちょっとこう延期になったらしいですと。で、何かしらの問題がね、あったかもしれないけれども、まあ、ここは気長に待っておきましょうよと。うん。まあ、そこまで言ってないかもしれませんけど、気持ちとしたら、まあ、どんな、今から言うこと。ね、今からどんなプロジェクトも、うん、やっぱりね、予期せぬ出来事、予期せぬトラブル、アクシデントっていうのが、それは当然ある可能性がありますから、そこをなんかね、安くやめたって顕著顕著言ったって、まあどうしようもないことなんで、まあ一応気長に待っときましょうよって、1回目の延期とか 言ったんですよ。だけども、さすがに2回目はちょっとこれ訳が違いますよね。これ、次はもうないでしょ。もう次はないと思います。おそらく詐欺認定される可能性が高いかなってちょっと思ってる。もう2回目までギリギリかなっていう感じ。ビットゲットさんの方にね、まあ、これ逆に良かったですよ。ビットゲットさんの方にしっかり上場しますよっていうニュースが流れてきていたのはまだ逆に言うとギリギリ良かった。で、ビットゲットさんが上場延期しますよってしっかり流したからまだ良かった。だから、これが例えばまたもう1回ね、どっかの取引所で上場しますよって、それがもう流れてしまったら、おそらく詐欺認定される可能性高いかなと。一般の方々からね。もうこれおそらくそういう風潮になっちゃうんじゃないかなというふうに思いますから、もう次こそしっかりしなさいよ。うん、本当にお金をね投じている方々をマジでバカにしてるようにしかね見えないんですよね。こんなことがあるとねマジでイラついてますよ。うん、だからしっかり自分たちがねやるっつったことを筋通してしっかりやりきれよとね。でその間でね、なんかね1回目の上場が決まらなかったから、なんかねあれ投票をしますよ。オプション1、オプション2みたいな、投票をしますよって。投票した結果通りに言ってんのに、なんでまた延期してんだよ。お前らバカかって話でしょ。だから、運営が腐れてるんですよ。で、こういったところと絡む、テンセットさんも、ものすごくね、言われますよ。こういったことがあるとね。だから、もうごめんなさい。もう、はっきり言わせてもらいますけど、テンセットさんもテンセットさんで、やっぱりね、今、しっかり、かなりね、勢いがついてるんで、もうほんと、そういったところまでしっかりね、精査した方がいいと思います。うん。おそらく、プロジェクト側もね、お金を積んでやってくださいって言ってると思うんですよ。もしくはそのね TGL わかんないですよ。今から言うのは想像ね、 TG 予想ね、まあ、こういったほら業界にいるんでそういうことなのかなってのも思ったりする。
どういったことか。ちょっと、わかんないですよ、本当かどうかね。もしかしたら、プロジェクト側が、テンセットさんの方にお願いをしてね、プロジェクト側が、テンセットさんの方にお願いをして、例えば TGLP とか、TPL がうまくいったら、そのうちの何パーセントかをお金として渡しますみたいな。わかります?わかります?マージンとして渡しますから、そういった何パーセントかをテンセットの運営側に渡しますから、うちのプロジェクトを、扱ってくれませんかって言ってる可能性もあるじゃないですか。わかりますよね。だから、おそらく、テンセットとしたら、自分たちのこのプラットフォームでね、だから TGLP とか TPL で取り上げて、うまくいけば、おそらく利益になると思っているからこそ、やっぱり扱うと思うんですよ。そういった形でね。OK でございましょうか。だから、そういったところが、多分あると思うんで、こういったアイベントペイみたいな、ちょっとわけがわかんない、もう本当に言ったことを保護するようなプロジェクトを今後ももしね、扱っていってしまったら、これはもうアイベントペイはもうどうでもいいんですけど、テンセットさん側のね、信用問題にこれ大きく関わってくる、TGLP、TPL の信用問題に大きく、大きくというか、それがメインじゃないんですか?テンセットさんのメインでしょ ?TGLP、TPL っていうのがメインだと思います。だって、TGLP とか TPL なんて、ね、テンセットを、通貨ですよ、通貨のテンセットを1年間ロックして、そういった TGLP とか TPL の権利が1年間もらえるわけじゃないですか。で、その権利がもらえる根幹が、わかります?信用がないものだったら、誰がロックします?誰が TGLP、TPL に参加しようなんて思います?だから、こういったね、新規上場プロジェクトっていうところを扱っているところ、ここってものすごくやっぱり難しいと思う。うん、難しいと思う。だけども、しっかりとした、安心したものを、ちゃんとね、そのプロジェクトとして上場させていって、そういったね、積み重ねが、やっぱりその TGLP、TPL の、信用がどんどん積み上がってくるもんだと思いますから、当然今後もね、頑張ってほしいし、今後も期待してるから、こういった形で言ってるんですよ。ただ、そのね、信用をずっと積み上げていっている TGLP とか TPL っていうのが、やっぱりね、こう、取り扱うプロジェクト、もしそのうちの一つが、詐欺的なものであったとしたら、この一発で多分終了すると思います。うん、そうそうそう。だから、こういったね、新規上場のプロジェクトっていうのは、そこがね、やっぱり、その新規上場プロジェクトの通貨を買うっていうのは、まあ、そこが一つ怖いとこでもあるよねっていうのは、配信をね、聞いている方々は、一応ね、お耳の奥にね、一応パチリと収納しておいてください。確かにそうだなと思うでしょ?うん。いいものをどんだけプロジェクトとして上場させていったとしても、もしそのうちの一つが詐欺物だった場合は、もうアウトですよ。うん。その、プロジェクトの全体、上場させたプロジェクト自体から、おそらく人がね、間違いなく離れていくと思う。だって、一度あることは二度ある可能性だってあるし、一度そこが見抜けなかったってことは、ね、もう一回同じことが起こりうる可能性があるっていう風に人々は思うはずですからね。やっぱそこはね、しっかりと精査した上でね、TGLP とか TPL とかね、扱ってほしいなという風に思いますので、ちょっと今回の件に関してはね、アイベントペイに関わっているところが、全部ね、ちょっと被害を被っている感もやっぱ否めない、テンセットさんもおそらくそのうちの一つなんじゃないかなという風に思う。うん。このね、テンセットも信用なくすと思うんですよねって、これは別にテンセットさんが原因でというわけではなくて、うん、しっかりプロジェクトを精査しないと、変なね、あれがね、ついてきてしまうよと、噂がついてきてしまいますから、そういった意味でね、テンセットさんも信用なくすと思うんですよ、というふうに言ってたんですよ。うん。そういったところがね、まあ、種の証でございます。まあ、種証というか、裏側はどうなってるかわかりませんよ。まあ、今、ビットマン TV が起こっているね、種証でございます。はい、よろしくお願いいたします。まあ、とてもかくにもね、もう最後でしょう。うん。ちょっとイライラがね、止まらないんでございますけども、当然そうですよ。参加している身としたらね、イライラがまあ止まらないんですけれども、まあ、ちょっとアイベントペイさん、もうあと一回だけはね、信じていきたい。アイベントペイ頑張ってね、ちょっとこう、上場先、ティアワンの取引所2つね、交渉をしているらしい、もう前向きな話が進んでいるらしいので、そこはね、何としてもね、しっかりと実現をさせて、投資をした方々、まあ当然私も含めてでございますけども、投資をした方々にね、もう何としてでも利益が出てくるようにビッグニュースをね待っておりますから、頑張ってね、いろいろ実現をねさせていってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、ちょっとごめんなさいね、長々とお話をしてしまいましたけれども、ご案内関係は以上となります。で、重要ニュースがねお2つ、ちょっとごめんなさいね、かなり時間が経ってしまいました。まあね、でもね、うん、アイベントペイ、TPL にね、参加をした方々も、やっぱりいるのかなと本当に思ってます。ビットマン TV の配信を聞いてね、参加をしてくださった方もいるのかなというふうに思う。うん。ただやっぱこういったね、配信をしているからこそ、まあ、してなければね、誰に発信もしてないので、まあ、自分だけでこの怒りをね、収めておけばいいんでしょうけれども、やっぱりこういった仕事をさせてもらっているので、その声に乗ってね、ビットマン TV の声に乗って、やろうかなと思った方もやっぱりいたと思うんですよ。だからそういった方々ね、本当に申し訳ないなという気持ちでめちゃくちゃ怒りが出てきている、うん、ところがあります。ぶっちゃけそっちの怒りの方がでかい。うん。アイベントペイが、上場しなかったという怒りよりも、そうなんですよ。ビットマン TV の声を聞いてくださってね、うん、参加しようかなと思った方々がいた、
いると思ったんで、そっちの方々に対するね、やっぱり申し訳なさで、もう怒りがものすごく出てきてね、ちょっとこんな形で熱くなってしまいました。まあね、とにもかくにも、テンセントさんが頑張っているのもわかるんだけれども、アイベントペイね、もう運営しっかりしてくださいと、マーケティング部門の方、ちょっと、ちゃんと考えた方がいいんじゃないの、全然仕事できないよね、あなたっていうね、感じでございますよ。頑張ってもらいましょう。よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね、長々と行きましょう。まあ、続報がね、出てきたらしっかりとね、ご案内いたします。まず一つ目、こちら、XRP は強気相場に備えるのかと、投資家は2ドルまで急騰する可能性をね、予想していますということで、ニュースに上がってきております。行きましょう。はい。今ね、0.56 ドルあたりでございますけれども、まあ、まだまだね、安値というか、価格がね、まあ、上がってきていないものでございます。で、時価総額に関しても、ソラナにね、抜かれて、今、第6位なのかな、第6位だと思います。だから、ちょっとね、盛り上がりはかけているんですけれども、価格の盛り上がりはね、かけているんですけれども、まあ、ことね、ニュースに関してはこと書かない、まあ、あるところにでございますよ。行きましょう。はい。リップルは強気相場に備えることができるかと。うん。多くのユーザーや、関係者がね、固唾を飲んで見守る中、2ドルまで急騰する可能性を、まあ、予測していることが分かったと。2ドルまで上がっていくんちゃうのと。で、行きましょう。まあね、こういったね、リップルが2ドルとか1ドルとかね、よく出てきますけどね、行きましょう。はい。週足の時間枠における、ビットコイン建ての XRP ペアの RSI は、うん、RSI を注目してみてるんですね。2017年および2021年の XRP のブルラン前と同じ位置にあると。だからこの上のグラフの、このね、一番下のほら、紫のものが RSI 値かなと。ビットコイン建ての。で、RSI 値が今、3つ丸々で囲まれていますけれども、ここを起点としてぐっとね、上がってきているので、そういった意味でブルラン前と同じ位置にあるということですね。で、2024年2月現在、リップルは、注目に値する活動と、極めて重要な発展により注目を集めており、クジラが市場に再浮上をして、なんかね、クジラが集めているっていうニュースも上がってましたよね、リップルをね。うん。1億ドル相当の XRP を放出することで、うん、大きな動きを開始すると同時に、1日で10億ドルという驚異的な流入で注目を集めましたと。で、この一連のクジラの活動は、カルダの創設者が AMA、チャールズ・ホスキンソンさんかな、が、AMA における XRP 陰謀論の、誤りを暴く、でも、触れているように、投資家の間で陰謀をね、呼び起こし、うん、XRP の将来の軌道に関する憶測の舞台を整えましたと。で、また陰謀に加えて、リップルは SEC との現在進行中の法的紛争で、いくつかの勝利をね、収めていますと。だから、個人投資家の方々に対する販売に関しては別に証券法に、ね、引っかかんないよと、証券ではないよと。ただ、機関投資家向けの販売に関しては、まだ問題がちょっとね、残っているということでございます。で、法的なハードルがまだ残っているにもかかわらず、うん、これらの成功は投資家にね、自信を与え、XRP の可能性をめぐる感情にプラスの影響を与えていますと。で、テクニカル分析は、XRP の見通しについて大幅な価格高騰の可能性があると。いきましょう。はい。テクニカル分析は、XRP の見通しについて、いろいろなね、洞察を提供して、価格高騰の可能性を示唆。うん。市場観測者らは、現在の市場パターンと、過去の強気サイクル中に観測されたパターンとの、うん、顕著な類似点を指摘、XRP を2ドルの節目に向けて押し上げる可能性のある。上昇の可能性についての憶測をね、高めていますと。で、この分析は、最近の法的勝利と、クジラの活動の活発化と相重なって、市場参加者の間で楽観的なね、見方を強めたと。で、これらの要因の収束は、XRP 愛好家や投資家にとって、うん、有望な見通しを描いていて、クジラの復活と、リップルの法的勝利が相重なって、市場に新たな楽観的な見方をね、もたらしておりますよ、と。で、一方、テクニカル指標は、近い将来に大幅な価格変動がね、起こる可能性を示唆しているということで、まあね、ビットマン TV もね、ビットマン TV、基本的には皆様にね、いろいろ、ほら、ニュースであるとか、ああいったものね、お伝え してると思うんですけど、前もね、言ったと思うんですけど、なんかね、まあ、ビットマン TV も2017年から、この業界にいるんですよ。2017年から。だから、もう仮想通貨業界でね、うようよ活動して、どれぐらいもう7年とか、それぐらい、ぶっちゃけ普通に経つんですよ。7年とかね、それぐらい経つんで、やっぱりいろんなあるところも持ってるし、そういった意味も含めるとね、ニュースで取り上げるものとか、基本的にはビットマン TV が持ってるものも多いです。で、当然このリップルに関しても、私も持ってます。そこまでね、何十万枚っていう風に持ってるわけじゃないんだけども、まあ、何万枚レベルです。何万枚レベルで、まあ、持ってる。まあ、何万枚って言っても、まあ、少なくはないのかな。そこまで、まあ、多く
くもないし少なくもないかなという枚数、うん、何万枚かは持っているというところなんで、まあね、リップルの価格上昇にはね期待をしたいところでございましょう。一応そのリップルに関してはあのビットマン TV どうしてんのと、なんか運用したりしてんのって、ね、思う方いるかもしれませんけども、あの一応ビットマン TV が持っているリップルに関してはあそこバイビットさんね、バイビットさんの方でステーキングしてます、あの預けてます、うん、で、ね、どれぐらいだったかな、期間がの定めがないフレキシブルで 1.9% だったかな、あの年率 1.9% で今運用しているような状況だから、1日あたりね、だいたいね、どれぐらいかな、枚数で言うと1日、あ、まあ、それ言ったら何枚ぐらい持ってるか分かんないですけど、だいたいね2枚ぐらいかな、うん、1.5 から2枚ぐらい1日、まあ、ただでもらってるみたいな感じ、ステーキングをして、別になんかこう今すぐ売ろうかなと思ってるわけじゃないし、でほら直近でね、例えば仮想通貨業界に入って、ほら、現物とかを購入している方々も多分多いと思うんですよ。で、直近だけではなくて昔からいる方々もね。で、やっぱりね、ステーキング関係はやった方がいいかなと思いますよ。うん。もったいない。やってないと。ただ、取引所さんの中に入れておいて、そのまま何もしなくても、確かにね、いいとは思うんですけど、ステーキングとかバーっていろんな取引所見たら、結構年率いいものとかが出てますから、やっぱそういったものをね、駆使して、もう本当に、ちょっと言い方は荒いかもしれませんけど、まあ、別にね、語弊があったらごめんなさい。別にそういったつもり言いませんからね、今から。ちりと思って言いませんからね。まあ、ほら、言うじゃないですか。なんとかも積もれば山になるって言うじゃないですか。いや、本当にそれだなと思っていて、だから、現物を持っていて、ね、あぶれさせているんだったら、もうステーキングにぶち込んで、ボケーってしていた方が、なんか、一日ね、ジュース代でもそれで稼げるんだったら、本当にこれいいんじゃないかなというふうに思うんで、ちょっとここはね、中央集権型の取引所、まあ、使っている方もたくさんいると思いますけれども、ちょっとステーキング関係どんな通貨があるかなっていうのを、各取引所さん結構違いますからね、見てみてください。よろしくお願いいたします。ビットマン TV は、ビットゲットさん、あとはゲートさん、あとはバイビットさんね、ここでステーキングを基本的には行っている状況を、ビットゲットさんと、あとはゲートさん、に関してはね、この動画の説明欄の方に貼っております。で、バイビットさんのリンク、バイビットさんのアカウントね、もしお持ちでない方がいるんだったら、今日の動画の説明欄の方にも貼っておこうかな。バイビットさんの方も貼っておきますので、もしよろしければね、作ってらっしゃらない方いるんであれば、アカウント解説ね、ぜひともしてみてください。いろいろね、トレード以外で稼げるネタっていうのはやっぱりね、たくさん用意しておりますからね、各取引所ね、ぜひともぜひともね、皆様が稼ぐ糧にね、してもらいたいなというふうに思います。はい、で、今日の最後です。行きましょう。こちら、うん、ビットコイン、ビットコインです。ごめんなさい、こちらね。イーサリアムは、機関投資家から寵愛されるだろうということで、今ね、価格もめちゃめちゃ上がってきておりますよ。うん、一応読んでおきましょう。ビットコインの最近の上昇は、うん、現物 ETF の華々しい導入によって、まあ、引っ張られてきていると。で、投資会社のバーンスタインは、調査報告書で、次は、イーサリアムに機関投資家の方々がね、イーサリアムに注目すべきかもしれないと述べたと。うん、イーサリアムは今後、SEC から現物 ETF のね、承認を得られそうな唯一の暗号資産だというと。まあ、次はイーサでしょうね。で、バーンスタインによると、イーサリアムの現物 ETF が5月までに承認される可能性が約 50%。で、今後1年以内に承認されることがほぼ確実だというと。おー。で、多くの伝統的なね、金融会社が、アメリカでのイーサリアム ETF で先を競っていて、遠くの中期的な見通しを後押し。で、フランクリン、テンプルトン、であるとか、ブラックロック、フィデリティは、いずれも SEC からビットコインのね、現物 ETF を承認されていて、次、はまあ今ね申請してるのかな、イーサリアム ETF の申請書を提出した企業で、アナリストの方々がね、うん、こういう風に述べたと。イーサリアムはそのステーキングイールドダイナミクス、うん、環境に優しい設計、新しい金融市場を構築するための機関投資家にとっての有用性から、はい、主流となる機関投資家による採用にね適していると書いていますと。で、イーサリアムのイールドマーケットは暗号資産の時価総額と歩調を合わせて成長し、うん、ETF の設計にステーキング利回りが含まれれば、だからここでも、うん、ステーキング利回り、やっぱステーキングやっぱいいですよ本当にね、うん、ユニークな ETF の原動力となるだろうと報告書のね著者は書いていると。で、バーンスタインは機関投資家は単にイーサリアムの現物 ETF にね投資したいだけではなくて、イーサリアムのネットワーク上でより透明でオープンなトークン化された金融市場を構築したいと考えていると。で、その有用性は資産を超えるものになると付け加えていますよってことですね。で、3月に予定をされている次のね、アップグレード。デン君は、ロールアップのための専用コリドーとブロックスペースを提供し、取引コストをさらにね、50% から 90% 安くするものだと報告書をね、述べておりますよということですね。まあね、ビットコインの現物 ETF の次は当然イーサリアムが話に上がってくるでしょう。だから、そうなるとね、まあ、イーサにも資金が、まあ、後々でございましょうけれども、まあ、当然これ流れ込んでくる。
ただね、こう、何十倍何百倍って夢が見れるかって、まあそうでもないかなというふうに思うので、まあ、何倍か、4倍、5倍とかね、まあそういったところは普通に現実的に余裕であり得るんじゃないかなというふうに思う。昔からね、イーサリアムは言われてたんですよね。うん。1万ドル、1万あたりですよ。1万あたり、価格1万ドルはまあ超えてくるんじゃないかっていうふうに本当に言われてましたから、まあそういったところも含めて今3000ドルぐらいでしょ。だから、結構手堅い投資にはね、やっぱりなるんじゃないかなというところで、やっぱ気になる方、どこの、あるところに入れようかなって悩んでいる方は、まあイーサリアムをね、まず筆頭に考えてみてもいいかなというふうに思いますので、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。で、あと一つ軽めに行きましょう。前も言ったね、このビットフライヤーさんでやってる、やってるね、今やってるのかな ?IEO ね、これ、どうなんです?これ、ごめんなさい、ビットマン TV 参加してないです。うん、参加してなくて、あと申し込み受付終了まで、5時間らしいんですけど、売り切れにはなってないのかな?なんかあんまり話題に上がってる感じもないんですよね。で、ちょっとなんか嫌ですよね。このコインデスクジャパンさんの方に、もう上にも横にも下にもね、これ案内が出ているのがなんかちょっと大丈夫なのかなって思ったりするんですけど、まあ、蓋を開けてみないとわかんないんでね、ちょっとここはどうなっていくのかというところ、X とかでもあんまり話題に上がってないので、ちょっともしかしたら今回のこの IEO に関しては、満帆までね、申し込み枠が埋まんないかもなーっていうのは思う。だから、ここに入れるよりも、もうアルトコインの方向に、アルトコインにお金を振って現物購入しておいた方がいいと思う方が、今もしかしたら多いのかもしれませんね。だからこういった IEO とかに参加するよりも、もうなんかアルトシーズンが来そうだから、上がりそうな草コインだとか、ああいったものに資金をもう割り振っておいた方がいいって、もしかしたら思っている方がいるのかなーっていうのを思う側面もあるので、ちょっとね、まあ一応気にはかけておいてください。あと5時間後にね、終了らしいので、参加をする方はね、注意しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、ちょっと前半部分がかなりね、長くなってしまいました。チャート分析に関しては主要通貨をね、ぐっと掘り下げていこうかなっていうふうに思いますね、思いますのでちょっとねお待ちください。一旦時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコインとイーサリアム、あとはまあアルトコインをねちょっとこう流し見をしていこうかなというふうに思います。まあ昨日と同じようにね、軽めに見ておきましょう。まずはビットコインですね、いきます。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 51,650 ドルあたりをね、推移しているような状況でございます。で、この 52,000 ドル付近かな、こちらに関して言うと週足で見るとね、まあよくわかるかなというふうに思いますけども、ちょっとごめんなさいね。はい、縮小しましょう。はい。週足で見るとわかるかなというふうに思いますけれども、2021年の、まあ1月あたり、あとは、2021年の9月あたりにね、まあつけていた、まあトップ、というところで、まあ、ある意味、まあ2000、まあある意味というか2022年あたり、まあ1月、うん。このあたりはね、安値を更新しておりますから、まあ言ってしまうと、まあ戻り高値のね、一つというところで、まあ認識されているのかな。そういったところが要因で、まあ5万2000ドルあたりが、まあ、上値がね、ちょっとこう重たくはなっておりますよと。で、まあ、週足レベルで言うと、RSI 値ね、真ん中のグラフ。はい、ここですよ。はい、真ん中。RSI 値が、まあ、78あたりをつけているような状況。まあ、買われすぎの料金ね、少し入ってきているのかなと。ただ、一番下の MACD であるとか、まあまあ、そういったものに関して言うとね、まあ、右上がりで別に、なんか悪い状況でもないかなというふうには思いますので、このままね、まあ、続伸はしておいてほし、していってほしいんですけれども、ちょっとこうね、上がり疲れが見えているような感じもしなくもないと。で、日足に落とし込んでいきますけれども、こういった形。はい。結構ね、もたつきが長いので、今の段階で言うとね。だから52,500ドルあたりをこうグッとタッチしようもんなら、やっぱりこう短期勢の、売りがかかってきて、やっぱりすぐ落ちて、来やすいような状況にもなっている。まあ、それを加味するならば普通に考えていくとですよ。52,000、まあこのね、初来高値トップですよね。52,800ドルあたりかな。まあ当然ここを抜けていければ、まあかなり強さが出てくるわけでございますけれども、ここを抜ければね、52,800あたりを上にブレイクしていけば、もう金額としたらね、まあ、もう一つ戻り高値を、まあ、上にブレイクしていくような状況になりますから、まあ、それこそ6万ドルとかね、その切り板あたりぐらいまで上がってくるような足が作られていくんじゃないかなというふうに思う。だから、まあ、次の 52,800 ドル、年初来高値アタックでどうなっていくことやらと。で、週足はまあいいんですけど、日足に関して言うならば、RSI 値もね、まあ、今、ま、74あたりですから、まあ、ちょっと変わりすぎの領域にはまだ入っている。ただ、下の MACD ね、MACD。うん。この MACD グラフですよ。MACD ですね。一番下ですね。これが、この青いね、ラインがちょっと右下がりに垂れてきているので、これがね、オレンジのラインとゴールデン、あ、ごめんなさい、デッドクロスね、上から下に、突き破るような、うん、青いラインが、オレンジを上から下に突き破るような形、のラインが発生してくるとね、デッドクロスとなって、ちょっと、一旦、下をね、
やっぱりこうより一層探りやすくはなってくるんじゃないかなというところで、まあまだまだねちょっとご気楽には注意、4時間足レベルに落としていきましょう。はい、こういった形、勢いがねかなり強かったので、まあ上にぐんぐん上がってきて、おったからね、勢いは強かったので4時間の雲がね追いついてきてるような状況にはなっている、また一つね、この4時間の雲が、支えとなってくるのかどうか、あとは4時間の、中期の移動平均線、この黄色のラインもね、まあこの雲の上端と被って追いついてきているような状況になっているので、下落の注意報、いわゆる、調整の調整下落の、さらなる言ってしまうと下落のね、まあ注意報は5万1000ドルでしょうね。この5万1000ドルを割れ込んでしまうと、もう短期的には、4時間雲並びに短期の移動平均、短期のねこの青い移動平均線、中期の移動平均も全部ね、下に割れ込んでしまいますから、下支えがちょっとね、短期的なレベルとしてはなくなってきますので、それこそ前から言っているように、まあ5万ドルであるとか、まあこの5万ドル付近ってのは結構ね、一旦つけていたトップ値位置ですから5万ドルであるとか、あとはこのね4万8000から4万9000ドルあたり、このあたりまでの下落っていうのはやっぱり注意しておくべきかなというふうに思う。うん、4万8000ドルあたりっていうのは特にね、4時間の雲の加担並びに長期の移動平均もぐーっと被っている、赤いねラインが被っている状況になっておりますから、4万8000ドルぐらいまでね、まあ調整という範囲内で言うならば下落の余地はあるかなというふうに思いますので、そこはね注意しておいてください。よろしくお願いいたします。5万1000ドルを割れ込んだら下への目線っていうのがもう一度復活する可能性が高いかなというふうに思う。うん、やっぱりこの右下がりのね黒いラインをせっかくね上にこうグッと抜けていったはいいものの、もう一回出戻ってきますから、5万1000ドルを割れ込んでしまうとね出戻ってきますから、それこそねもうこういった形4時間足レベルでのダブルトップっていうのも意識されて、ずるっとね下に滑りやすくなりますので、そこはね注意しておいてください。よろしくお願いいたします。で、短期的にちょっとこうね先物関係でロングチャンスをしたいなって思う方は、まあ今ねあの4時間のさっきも言ったように雲であるとか中期の移動平均が4万1100ドルあたりにいますので、まあ、4万1100ドルあたりにタッチしてきてからのちょっとこうね、短期的な上昇を並びに、ちょっとこう上昇しながら横ばい推移をしていくっていう可能性もありますので、もしロングインをしていくんだったらこの右下がりの黒いラインの裏タッチ並びに4時間雲上端中期の移動平均が重なるこの4万1100ドルあたりでのロングインっていうのは一つ検討領域かな、薄めに。でもしでも5万1100ドルね5万1100ドルあたり、ただ5万1000ドルを明確にこれ下にブレイクしてしまうと、さっきも言ったように、4万8000から4万9000ドルぐらいまでの下落、調整下落っていうのはね全然起こり得るかなというふうに思いますので、損切りはねしっかり意識しておいてください。よろしくお願いいたします。5万1100ドルでロングインをして反発狙いでいくんだったら、まずは5万2500ドル、5万2500ドルあたりっていうのが、短期トレードをやる方ですよ。部分利確のポイント5万2500ドル、5万2500ドルが、ロングインの部分利確ポイントで、そこを抜けていってからのまあ6万ドルですよね、6万ドルという切り板を、あとは利確ポイントとして設定をしておく。もし、握った価格帯を割れ込むような下落がもし一気にパーンと起こってくるかもしれませんので、反発狙いでうまく上昇してきたとしても、しっかりね損切りラインっていうのは少なくとも縦値撤退で行くぐらいの勢いでやっていった方がいいかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたしますよ。もしねこれ何度も5万2500あたりで上がやっぱりこう奥でね抜けきれないと、やっぱり一回落としていかないとねもう一度上がりきらないという認識に多分なると思いますので、それこそね買い方の意欲が減ってきて売りがより一層走ってきて下落しやすくなりますからね、そこは注意しておきましょう。はい、で次行きましょう。次はイーサリアムですね。行きます。まあね調子はねいいんですけどね、ちょっと上に張り付いてる感があるので、やっぱり調整には注意かな。まだまだ予断を許さない。5万1000ドルを割れ込んでしまうと4万8000から4万9000まで見てくる可能性がまだまだありますから、そこは注意しておきましょう。はい、で次行きましょう。次はイーサリアムですね。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が2900ドルあたりをね推移しているような状況でございます。で、まあこの通貨に関しては短期的にもね、この右下がりもね、抜けてますからいいでしょう。消しておいて。短期の移動平均線、並びに、ま、ここかな、このあたり。ちょっと結構、激詰めで、詰め詰めでいきますけれども、実態をね、切り取って安値切り上げておりますから、まあ、軽めな押し目ラインとしたら、2850ドルあたりっていうのが、一つ意識されて、2850ドルワンタッチからの上をもう一回狙っていくっていうね、形が出てくる可能性がありますから、もし、イーサリアムで、ロングインしたいなと思う方がいるんだったら、2850ドルでの、押し目買い。まあ、でもこれはね、短期的なね、
まあ、押し目になる可能性がありますので、2850でロングインをして、うまく反発に乗れて、上昇の波に乗れていけるんであったとしても、3000ドルですよね。切りの3000ドルっていうのは、しっかりと利益確定ポイントとしてはね、意識しておくべきかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、まあ、もうこの上昇の平行チャンネル、青いラインはね、綺麗に上に突破してきておりますから、いいでしょう。消しておいて、ちょっとシンプルにね、ラインを引いておきましょう。こういった形。で、もし、この、サポートラインがね、今ちょうど右上がりでぐーっと切り上がっているので、このラインを割れ込んだら、それこそ2850を実態として明確に割れ込んでしまうと、2700ドル前半ぐらいまでぐっとね、一回下を試しに来る可能性はこれなきにしもあらずなので、そこは注意しておいてください。そうなると、こういった形で三尊がね、意識されてくる可能性がありますので、チャート形状的には、チャート的にはね、新たな形が形成される可能性があるっていうのが、2850割れの、2700ドル前半タッチで上がってきたとしても、なかなかトップは更新できずに三尊を形成していってから、2800ドルでどういった攻防があるのかっていうのが一つ今後のね、チャート形成の、可能性がありますから、そこは注意しておきましょう。でもそこに行くまではやっぱりトレンドはね、継続していくっていうふうにも当然言いますので、トレンドは継続していくっていうふうに言いますから、2850ドルあたりでの押し目ロングインっていうのは一つね、トレンドが継続していくっていう考えを参考にしていくならば、押し目買いとしてはチャレンジしておいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は上から下にね、流し込んでいきますけれども、ちょっとゆっくりぐーっと見ておきましょうか。アバランチ、アクシーもいいですね。ファイルコインがね、かなりいい形で上がってきて おりますよね。うん。あとは BGB もかなりね、力が強いと。てかもう1ドルね、もう超えていってしまって、もうどこまで君は行ってしまうのという形になっているわけでございますけれども、ちょっと3日連続で、今ね、売り圧がかかっているところ、ちょっとこうね、上昇も一服した感が否めない。上のヒゲをグッとつけて、まあ、短期で入っていった方々の利益確定が、ちょっと入っているのかな。うん、1ドルをね、もう超えていってますけどね。まあでもね、BGB に関しては、ローンチパッドとかローンチプールでね、ビットゲットさんの方で使えますので、まあ、もし下がってこようもんなら、これは現物購入の通貨の一つとしては、やっぱり意識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思う。まあ、ビットマン TV ね、0.008 ドルぐらいで皆さんに多分案内してたと思うんで、もう12、3倍ぐらいには、あれから考えるとね、まあ、なっておりますから、まあ、そこに関してはかなり良かった良かったというところ。もうこのトレンドラインもね、かなり、今急に上がってきておりますからね、ちょっと月足も見ておきましょう。RSI 値が90、まあ、めちゃめちゃ振り切ってますね。週足 RSI 大陽線つけまくってます。85あたりをつけているということで、これもねかなり変われすぎ、 RSI 値が、日足もねかなり変われすぎてるんですけど、この折れた部分を、まあ、起点としてちょっと落ち着き感があるかな。92あたりをつけてたんですけども、今81ぐらいまで、まあ、落ちてきておりますから、もうちょっとしたらね、平常運転に戻るのかなと。で、日足 MACD の青いね、ラインがちょっとこう垂れ下がって右下がりになりつつあるので、ちょっとこれがね一気にグッと売り込みが入ってしまうと、オレンジのラインとのデッドクロスを発生させて、ちょっと一旦ね深めの調整が入ってくる可能性があるっていうところはね、まあ、認識しておきましょう。よろしくお願いいたします。で、あとはリトレースメントを見ていくならばですよ。はい。った形でしょうかね。うん。まあ、上昇の起点となる場所を考えていくならばですよ。まあ、調整としたら、まあ、0.618 から 0.5 半値戻しぐらい、このね、一気に大陽線をぐんぐんぐんとつけていったところを、起点としていくならば、0.96 ドルあたりが、まあ、4割戻しぐらいか。で、0.9 ドルあたりっていうのが半値戻しぐらいですから、まあ、調整が入ってくるとしたら、0.96 ないしは 0.9 ドルぐらいかな。まあ、0.9 ドル付近っていうのが、一つね、この一気掛け上昇の調整としては、頃合いがいいところになるかもしれません。ので、ちょっと現物をね購入していきたいなと。日足の短期のね移動平均、この青いラインもぐーっと追いついてきておりますから、そういったところを加味するならば、ちょっとね数日間売り込みが入って調整が入って、0.9 ドルあたりぐらいにこうね、緩やかに下がってくるあたりで、短期の移動平均が追いついてきて、もう一段の上げ、もう一回、チャートを作り直して、さらに、上への上昇っていうシナリオも考えられますからね。そこはね一つ意識しておいてください。今の段階で言うとちょっと変わりすぎの領域に入っていて、下落の方向に走っているので、調整っていうところを加味していくならば、半値戻しの 0.9 から4割戻しの 0.96 ドルあたり、このあたりっていうのを一つね、意識しておきましょう。はい、3から4割戻しぐらいのね 0.96 ドルあたりですよ。ここは意識しておくべきかなというふうに思います。はい、で上から下に流し込んでいきますよ。ファイルコインはもう 7.5 ドルいいですね。まあ連日見ているので今日はね割愛しておきましょう。上から下にズンズン流し込んでいきます。
他に何か見ておこうかなと、目立ったような上昇をね見せているものがあればね面白いんでございますけれども、まあ、クイックもある、レンダートークン、ちょっと下がってきてますね。昨日はねいい形でググッと上がってきていた。まあトレンドはねまだね、普通に広い範囲で見たとしても、高値切り上げ安値切り上げという状況になってますから、何らね、おかしなことはないと。で、フィボナッチエクステンションをね、ここに組み入れているわけでございますけれども、今回の上昇の波、この大きな波っていうところを捉えていくならば、1のラインがね、もうこれ一番下消しておきましょう。1のラインが 7.5 ドル付近で、 1.618 がちょうど10ドルライン、10ドル付近 1.618 ね。だからまあ1ラインっていうところも、手締まっていこうというふうに思っている方は、この大きな流れの中でね、 7.5 ドルあたりっていうのが一つ売り圧がかかるポイント、 うまく抜けていけばこれは10ドルというね大きな節目にね到達する可能性がありますので、まあ昨日に引き続き意識はしておいてください。別に形が崩れているわけではないので、続伸の可能性はこれ余裕でありますよというところで、次に上から下流し込んでいきます。何かあるかなと。XDC がね、なんかこう元気があまり今ないなーっていう感じがするんですよ。うん。XDC ね、現物購入ね、したい方はいいかもですよ、XDC。どういった通貨がわかんない方は、ビットマン TV の再生リストの中にクリプトマフィアっていうものがありますので、クリプトマフィアの中で、XDC のね、通貨説明してます。かなり面白くなってると思います。ラクダフェラーリっていうね、あだ名をちょっとつけてるんですけど、XDC に関してはね、ちょっともし興味がある方は見てみてください。どういった通貨か知りたい方はね、話の内容もかなり面白いですから、よろしくお願いします。で、週足レベルで見ると、まだね、安値全然切り上げている状況ですから、ここはね、別に悪いわけではないかなと。このトレンドラインがね、週足レベルでかなり長く機能してます。で、今、週足、それこそ週足で見ていくならば、トレンドライン上にいますから、押し目買いの一つのライン候補としては、意識しておいてもいいのかなと。うん。ただね、やっぱりこう、見たらわかるように、0.0677 ドル。黄色のラインっていうのがかなりね、レジスタンスとして意識されている。前のフェーズ、2022年の4月あたりも、かなりね、レジスタンスとしてバチバチ機能してたんで、やっぱりこの黄色のラインがかなりね、億劫なところなんですよ。だから、これ抜けていけばね、0.1 ドルぐらいまでの上昇っていうのがやっぱ見ていけるかなと思いますけれども、まあ、とにもかくにも今はかなり長い時間軸かけたサポートライン付近にいますので、現物購入をね、後々の上昇を期待して買っていこうかなと思う方は、まあ、今ぐらいの値打ちは特に悪いところではないので、これはね、意識しておいてください。よろしくお願いいたします。週足で見るならば、月足だったかな？ごめんなさい。月足で見るならば、そうですね。週足というか月足ですね。月足で見るならば、位置としては、特に悪いところではない。押し目買いラインの候補位置にはいますよ、っていうのはね、押さえておいてください。もしかしたらここを起点としてね、上がっていく可能性がございますからね、意識しておきましょう。で、次行きます。あとは CW もね、かなりいいところまで上がってきている。レオックスも 0.77 ドルぐらいまで回復はしてきているので、これはまあ良かったかなと。これね、月足で見ると結構強いんですよ。うん。ビットマン TV もね、これもレオックスに関しても、RWA 系の通貨の一つとしてビットマン TV 期待してます。これ持ってます。ビットマン TV も。で、クリプトマフィア、この通貨に関しても、知らない方多分結構多いと思います。このレオックスに関しては。ガリレオプロトコルという通貨。ガリレオプロトコルの、プラットフォーム通貨かな。で、RWA 系の通貨で、この通貨に関しても、クリプトマフィア、再生リストに入ってます。クリプトマフィアの方でしっかりとね、ご案内しておりますから、説明しておりますので、ぜひともねこれは見ていただきたいなというふうに思う。で、今ねもうどうですか、 1,2,3,4,5,6、今月入れると6ヶ月半月連続で陽線をつけていて、陽線つけてさらにいいのがね、実態をちゃんと切り上げながらぐーっとね、もう安値切り上げでぐーっといってるんですよ。高値切り上げ、実態をもう陽線として更新しまくっているので、これはね月足レベルで見るとかなり強い部類に入ると思いますよ。で、週足レベルで見ても今ね、何ヶ月間かちょっと連続、まあ、月足レベルで見るならば、実態でぐーっと高値更新してるんですけど、週足、日足レベルで見ると、まだまだね、レンジ内の推移、上は 0.8 ドル、下はやっぱり硬いね、これね、0.65 ドル。この 0.65 ドルが、レオックスに関してはかなり硬いラインになってますから、もしこれ、ビットコインが調整下落してきて、一緒に落ちてくるんだったら、0.65 ドルっていうのは、レオックスね、これチャンス値になるんじゃないかな、というふうに思いますので、そこは意識しておいてください。まだね、出始めのばっかの通貨っていうビットマン TV 認識ですので、これは現物をね、購入検討の一つの通貨としても入れておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。まあ買い煽りじゃないんでね、まあ、気になる方は、ちょっと少量購入はいいんじゃないかなというふうに思いますよ。で、あとはトークンファイもね、よかったよかったと、ビットマン TV もねずーっと言い続けていましたけれども、結構価格をね上昇させていって、2月5日からずーっとね切り上げで、もうどれぐらいかな、2月5日から考えていくんだったら、もう 1.5 倍ぐらいにね上がっていって、ビットマン TV これも持ってます。うん、かなりいい形で今ね 1.5 倍ぐらいの利益が取れているんですけれども、まあ
ちょっと日足の雲がね、ちょっと邪魔をしている側面もあります。だからこれをうまく切り抜けていくんであれば、史上最高ね、0.05ドルアタック A に、入っていくんじゃないかなというふうに思いますので、そこは楽しみなところ。使用ラインはもうしっかり抜けてますよ、と。で、あとはオンドファイナンスもね、史上最高ね、実態としてもね、更新していきました。ヒゲまで加味しても更新していきましたね。おめでとうございますということで、ビットマン TV もこの 0.2 ドル付近で、ガリガリガリと購入してたんですよ。で、これは、もう何遍も言います。RWAK の通貨、オンドファイナンス。はい。期待をしているところなんでございますけれども、右下がりのね、このトレンド、もう、ディセンディングトライアングルを作っていて、それも抜けていって、今ね、勢いよくチャートを新しく作ろうとしている。ただ、ちょっと気になるのがね、この拡張型なんですよね。これちょっと嫌なんですよ。うん。拡張型の上昇平行チャンネル。ちょっとこれね、実はこれ嫌なね、チャート形状にこうなりかけてるなーっていう感じ。こういった形。うん。メガホン型のやつ。うん。だから、こういったやつはね、若干こう入りにくいんですよね。だから、上昇の幅もでかいし、下落の幅もでかいし、どこではしごを外されるかわからない。ただ、これ、運がいいことに、このメガホン型のものを上にブレイクして、ちょうどこのね、レジスタンスラインをサポート転換しておりますから、新たなチャート形状ができそうな初動には、ここ今場所としてはいますよと。これを下にもう一回割れ込んでしまうと嫌です。ちょっと嫌な感じがね、いたしますから、そこはね、注意しておいてください。メガトン型のやつは、メガホン型のやつはね、ちょっとこれね、結構ボラが激しくて嫌がる方も多いんですよ。だから、下落も大きいし、まあ上昇も大きい可能性はあるんですけどね。うん。だけども、それを今上にブレイクしていますから、逆にこのね、レジスタンスをサポート転換していけば、上ぐん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 とね、上昇平行チャンネルみたいなものを作っていく可能性がありますから、そこはね、期待しておきましょう。で、今日の最後は HTX 見ておきましょうか。これもビットマン TV 持っております。ちょっとね、様相が良くなってきて、なんで買ったのかって言ったら、出来高が結構ついてきていて、価格がね、徐々にですけど上がってきている、ところをね、ちょっと交換して買っております。この辺りで買っておりました。んで、今ね、大きく陽線をつけていたんですけれども、どうなのかなぁ。まあ、あちらね、HTX っていう取引所の取引所通貨になります。今ね、取引所通貨の元気がいいんで、ちょっとそこに相重ねてね、この通貨買っておこうかなというふうに思ったところ。まあ、どこまで上がってくるのかちょっとわかんないんですけど、まだできたばっかりですからね。まあ、出来高が高くなってる、ぐーっと上がってきているっていうのが、ちょっと気になるところでございますから、取引所通貨を何か探しているっていう方がいるんだったら、一つね、検討してみてもいいかもな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バイチャ。